マッキントッシュクワドラ700は1991年10月にアップルより発売された。MC68040 を搭載したアップルにとって最初のコンピュータであるだけでなく最初にイーサネットを組み込んだ機種でもある。クワドラ700はマッキントッシュ f ク x やマッキントッシュアサイモデルと似た筐体を使用している。そのためユーザーは当時実施された。 アップグレードサービスにより、高性能のコンピュータに更新できた。1992年、IF、デザイン賞受賞。クワドラ700は 20MB のラムと 25MHz の m g 6 8 0 4 0プロセッサのおかげで、科学や設計に非常に利用しやすいコンピュータであった。1994年、パワーマッキントッシュアップグレードカードが登場して、 パワー PC601 とパワーマッキントッシュ向けソフトを利用することができた。アサイのようにロジックボードにビデオ回路が組み込まれ、解像度 1152X870 までサポートしていた。ベレムはロジックボード上の6個のシムスロットに2メガバイトまで増設でき、832X624 の画面解像度では24ビット色表示できた。 アップルマッキントッシュクアドラ700パソコンありがとうございます。